信じられし闇を語るだろう。闇に見いられ鬼となる。る階段のまあ取材、私あの飲み屋でよくやるんですね。でまあこれもね、えっとどこだったかな、弘前で。ええ市、私の住む弘前市のまあバーで確か、隣に。 座ったた女性の方から聞いたんですけどこの方がねちょっとあの今まで取材した中でもちょっと初めて聞くパターンの,あのなんか話でして私は霊感というのは基本的にないとだからそういうお化けとか普段見るようなタイプじゃないはずなんだけどある女性の友人と2人でいると見るんだというんですね。 まあすごい仲のいい仲のの女性の友達と2人でいるると見るでこの相手側の友達も普段一人では何もないのにこの私が、まあ、知り合ったこの、まあ、恵子さんとかにしますか恵子さんと2人でいると見るって言うんですよ2人揃った時だけ不思議なことが起きるんだよっていう話を私に聞かせてくれて「えどういうこと実際起きるんですか?」って言ったらほ、まあ、本当に仲良くて買い物なんか普通に行くんですけど。 ある、えー、まあちょっと名前を伏せますけど、まあ、ある、うん、デパートに車で車1台で、まあ、2人で行ったと。で外の、まあ、広い駐車場に停めて買い物を済ませてまた駐車場に戻るともう遠目でで人ともあっ,って声出したんですよ自分たちの止めた駐車した車の周りにお坊さんが何人もぐるっと囲んで手を合わせてったって。 それを2人で見たんです、ね、あっって同時にで見えるよねって見えるってちょっとこれは今言ったらまずそうだから一回戻ろっかって言って戻ったんですよ。そんなね実際にその1台の車をぐるっと取り囲んでたら大変なことですからやっぱ別に何も騒動は起きてないのでおそらく2人だけにしか見えなかったものだろうと。それと これもねあの、まあ、何か建物行って、まあ、買い物か何か2人行った時なんかエレベーターに2人で乗って、まあ、目的の階に向かう時2人並んで立ってる時にんとこう2人とも目配せするんですね。いるよねいるよねって。っっと振り向くと乗った時はいなかった小さな子供が壁の方を向いて1人いたと。子供いるよね。 話し合ってこれも2人だけ2人でいると起きるんですよ1人だとそんなことは全くない他はねある飲み屋に行った時これがねまた飲み屋に行く戦いきさつっていうのが2人でねいろんな居酒屋回った後もう朝のね3時くらいまで行ったともう深夜ですねでも,もうこれからもう空も知らんでくるかなって頃でまだ飲み足りないからあのどっか行くとこないかなと2人で相談して。 でそうするとねその恵子さんの友達が私の行きつけのところがもう朝までやってるともう看板をもう落としてもうのれんも取ってるけど常連は開ければ入れてくれるっていう居酒屋があるからそこに行こうよとじゃあそこ行こう行こうとパーッと行って二人でそこの場に行ってこう確かにね開けると中にカウンターに一人常連さんと。 えー、大将が1人で会話しててで「空いてる?」って言うと「あどうぞどうぞ」ってこう常連なんでね入れてくれてで、まあ、入って2人でとりあえず小上がりあるんでそんな広くはないとこなんですけど、まあ、カウンターと小上がりがある小上がりに上がって壁にこう頭をつけておしゃべりしてたんですよ恵子さんが壁側に行ってそしたらねこの壁の後ろからね「こにょこにょこにょこにこにこにょ」って何か恋ひこり。 であっって思った時にその恵子さんの友達もあっって顔したんですよ。あこれまあなんかよくない感じあるなと思ってこの怖がりやめよっかってもうカウンターの常連さんの方に行こうってあそうしようってなんかもう感じてるんでしょうねその友達も。で、カウンターの方に移って と常連3人でこう会話をすると、まあ、そうするとさっきの壁のゴニョゴニョっていう感じもなくなるからこれはいいだろうと思って「そうだよね」とかってこう「いやこの間こんなことあったのよ」なんてやってると「うんうんそうだよねうんそうだよね」今度その場にいない女性の相づちがすごく入ってくるんですね。 いやこ,んなこんなことあってさ「うん、えー、面白い」とかっていうのが全部こう入ってくるんですよ。で入ってくるたびにやっぱりその恵子さんと友達2人で「まずいな」と「これ、ね、なんかい,いる」とあの「声聞こえるね」って「あでも無視しようね」って言ってこうまた話もずっと相図地が入るんですよ。じゃあもうちょっといい感じんにこれで出ようかなと思った時に恵子さんの友達がトントンって肩叩いて「後ろ後ろ」ってこう促すんですよ。 カウンターに座って後ろっていうとその戸があるんですよ格子のね、えー、ガラス戸あって後ろ後ろ見ると雨でもないんですけど傘をさしててすごいけばい格好した女性が笑いながらその格子から顔をこう覗いて中を覗いてニヤッと笑っている姿が見えるんですよ。 で、また会話するとふんふんあれが多分原因だどこで何がどうなってついてきたかわかんないけどあれがいるからこの会津チームが来てるんだなと思った時に出るにも出れないと音の方にいるからあんまりいったなと思ってでもあのその他の常連さんも店長さんも何もさ聞こえてないので、まあ、とりあえず明るくなるまでもう飲もうと。 あの「無印象飲もうぜ」って言ってもう2人は飲んで朝本当に明るくなってじゃあもう閉店で見る変えようねっていう頃にはいなくなっていたと、まあ、これがあの2人でしか見えないものだったという話でしたちょっと珍しい話だなと思って聞きました。